ございます。2023年3月5日日曜日、名古屋テレビ塔インターネット放送局名古屋中部第57回目の放送スタートです。名古屋テレビ塔は1954年に日本で最初に完成した集約電波塔として名古屋市中心部のシンボルとして親しまれています。この塔のイメージは情報発信です。そこでインターネットという新しい形の YouTube 番組として名古屋から情報発信をしてまいります。本日は中部電力未来タワー3階から生ライブ配信でお届けいたします。本日はちょっと曇ってますね。そうですね、ちょっと雨が降るかもしれませんけれども、ぜひお近くの方今からねお出かけいただければ、下ですごい楽しいイベントをやっておりますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。本日ナビゲーターを務めさせていただきます、私は名古中部総合プロデューサー平松雅恵です。ただいまからの番組は名古中部魅力発掘未来座談会と題しまして、名古屋テレビ塔株式会社が大沢市長がですね、中部地区の活性化にご尽力されて見える方々をゲストをお招きして、より良い中部づくりを一緒に語っていただく番組です。本日は急遽、はい、社長ではなくてですね、はい、名古屋テレビ塔の常務取締役の和歌山さんに来ていただいたということなんですけれども、はい、ゲストなんですけれども、多治見市役所の方から経済部長の永江信之さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。ねえ、ありがとうございます。多治見の方からね、はい、近いですね。今日も、家から家を8時10分に出たんです、9時前にはもう高速バスでついてましたので、めちゃくちゃ近いです。そうなん、バスが出てるんですね。はい、高速バスが、名鉄さんのバスが出てました。便利なんですね。40分足らずでここに着きました。そうなんですか。なんか遠いね、イメージがしますけれども、ね、めちゃくちゃ近いです。そうなんだ。たまたままた後でご紹介しますけれども、昨日と今日でそのね、東能エリアの自作イベントを中心にされているということで、それから多治見の、観光をご紹介していただけるということで、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは和歌山常務、よろしくお願いします。中部電力未来タワーの和歌山でございます。今日はちょっと急遽のピンチヒッターで拙いご案内になりますけども、よろしくお願いいたします。もともとですね、多治見市さんとか東能の皆さんとは、今久屋大通りパークが、テレビ塔も含めて新しくなりましたけど、その前から下で地酒のイベントをやっていただいたり、それから今部長からもお話ありましたし、今の高速バスもあれば、道路も19号線とかつながってますし、それから中央線で行ったらもう本当に近いですもんね。すぐです。はい、ですので僕の周りでも多治見とかあちら東の方面から通って見える、境に通って見える人いっぱいいるんで、そういう意味では親和性高いかなとは思いますので、これからも一緒にいろんなことがやれるといいなと思って、今日ゲストでお越しいただきました。そうですね。岐阜県からお越しいただいたのは初めてです。あ、そうですか。はい、一番っていいですね。はい、いいですね、はい、多治見の方はそうやって今お聞きしたように意外と近いなというところからですね、いろいろこう企業さんの誘致とかそういうことも担当されているのが永江さんのお仕事なんですよね。そうです、ちょっとご紹介していただけますか。私たち多治見市の経済部というのは、企業さんに来てもらう企業誘致というのもやってますし、市内にたくさん中小企業さんもありますので、特に地場産業、ご承知かどうかですけども、多治見の焼きの産地、商社もあればメーカーさんもありまして、そういった、地場産業をはじめとする、中小企業支援、それから、観光、農業も経済部の仕事になってます。そうなんですね。それを具体的にどういった形で、私が、割と企業誘致の仕事が長いので、企業誘致の話からさせていただきますけども、実は他の市は企業誘致を結構たくさんやってきてたんですが、多治見市は今までやってきませんでした。地場産業の峰焼き産業がありましたので、そこをしっかり守っていくと
ということだったんですが、うん、まあ、それだけではなかなかこう市政も、ね、うまくいかないということで、うん、今の市長古川市長がですね、平成19年に当選されてから当然地場産業の美濃焼もしっかり、うん、応援していく、ただ新しい産業も入れるぞということで企業誘致化というのを、うん、企業誘致を進めようということ で、うん、で初めて、岐阜県の中で企業誘致に特化した企業誘致課、岐阜県の市町村の中で初めて課を作りまして、でもたった3人で3人で課で課長さんがいて私がいてもう一人たった3人だったんですが、まあ、当時市長からは、うん、あのもう何をやっとってもいいと、うん、ただ結果を出せと言われましてですね、まあ、あの余計頑張る気になりまして、なんか一つのプレッシャーですね。まあそのおかげで、まあ、あのトヨタ自動車さん、それからアマゾンさん、トヨタ紡織さん、日本ガイシさんといった、まあ、本当にあの大企業、まあ、だら企業さんにですね、うん、あの田島市に来ていただいて、本当にあの税収も増えましたし、雇用も増えたし、うん、それから本当に経済波及効果というか、うん、まあ、各あの企業さんがいろんな地域貢献事業をやっていただけますので、うん、地元の野菜を売ったりとか、うん、地元の小学校の社会見学を受け入れていただいたりとか、うん、まあ、地域の人と一緒に掃除、はい、清掃活動をやったりとか、はい、まあ、そういったことですね、はい、まあ、あのすごく貢献していただいてます、はい、なので、まあ、あのコロナ禍で結構大変でしたけども、うん、まあ、そういったあの企業さんのおかげもあってですね、まあ、私の経済状況は、まあ、あのまあまあ本当にあのこんな時でも、うん、いい方向に向かっているのかなというふうに思います、はい、なるほど。今コロナの話が出ましたけどね、あの、まあ、どこもあのいろんな、まあ、今回のコロナはその世界的にであったり各業種でね、はい、あの本当に大変だったと思うんです。あのうちのこのタワーもなかなかあのコロナ前に、うん、重要文化財にしていただいたり、うん、いろんなことが変化はあるんですけど、なかなかあの元に戻らないというところがありまして、で、まあ、これから、この春からもうマスクもなしでいいよと、それから、まあ、あの5類になるということもあって随分変わっていくんだろうなと思うんですけど、うん、その辺って、まあ、その悪い影響も含めどうだったんですかね、田島さんの。やっぱりですねコロナ大変でしたね、まあ、今ね、うん、こう収録でマスクもしてないですがやはりマスクを、はいはい、まあ、今マスクの話すごくすっきりお話しされてるんですけども、はい、あのやっぱり最初にやっぱり飲食店ですかね、はいはいはい、もうどこもガラガラで、うん、あの大変でしたけども、まあ、そういった田島市はこの飲食店の支援に力を入れてですね、うん、特にお酒、うん、今日はあのお酒のイベントやってますけども、やっぱりあの居酒屋さんとかも全然誰もお客さんいないみたいな形で、そのお酒の酒屋さんを支援しようみたいな、うん、そんなようなことも田島市やりまして、うん、あで、まあ、飲食店も当然悪いんですけど地場産業もだいぶ打撃を受けましてですね、はい、でかつ今本当にあの燃料代、うん、ガス代とか電気代もたくさんあって、うん、 でね、でそれをなかなかまあ、価格に転嫁できればいいんでしょうけど、うん、そんなにね急なあの値上げもできないということで、うん、まあ、本当にあの厳しい状況の中だったんですけども、うん、ただあの多治見市の中小企業さんって本当にあの前向きというか、うん、あの元気が良くてですね、うん、まあ、こんな時でもなんとかあの新しい事業を立ち上げようとか、うん、まあ、新商品開発をしよう、はい、もしくはあのやっぱりこう燃料代が上がってますので、うん、将来、まあ、省エネにつながるような、うん、あの設備投資をしようという企業さん、うん、本当たくさんありました、うん、そういう前向きな町、まあ、もともとね田島はあの日本で一番暑い町って言われてましたから、まあ、そうなんですか。そうそう、あのどこが暑いんでしょう。気温があ、そうか、結構蒸し暑いんだ。いや蒸し暑いっていうより本当に暑くて話題になりましたよね。当時ね、あのあれなんです、ね、ここ心も熱い。19年の8月16日だったと思うんですが、うんうん、あの当時私も仕事してまして、ね、今日いつもや暑いなと、うん、エアコンこれ壊れてんじゃないのぐらいなぐらい暑くてですね、うんうん、でその時初めて当時の日本一 40.9 度というのを記録して、うんうん、でまあ、暑いのは仕方ないのでじゃ あの気温も暑いけど、うん、おもてなしも暑いなという町であの、うん、やってきました。今はもう日本一じゃなくてですね、あのなんですか、なんとか温度を下げていこうという努力によってですね、あの暑いことは暑いですけども、日本一ではなくなりました。ただおもてなしは多分日本一
暑いと思ってます。そう、はい、じゃあ、まあ、おもてなしって言われましたけれども、多治見市には意外とこう観光するところが結構ありますよね。ありますですよ。ちょっとそれご紹介していただけますか。なんかあの若山さん知ってるところありますか、多治見。セラミックパーク、ありますね、はい。あれ あそこへはうちの娘がまだ小さい時に一緒に行ってなんか体験をさせていただいたような覚えがある。そうなんですか。ちょうどセラミックパークって言ったので、この見てこうセラミックバレーという取り組み、今日私バッジをしてるんです。かっこいいですね、はい、なんかこれあのデザインの佐藤拓さんっていう、はい、あの有名なデザイナーの方にデザインしてもらった、はい、セラミックバレーっていうんですけども、はいはい、ちょっとアップでいきましょうか。これかっこいいですよね。かっこいいですね。もうあの車、自分の車にもつけてます、ステッカーを。多治見市役所 の公用車、はい、ほとんどこれついてます。これは何なんですか。そうなんですよ。これまだまだ PR できてないんですが、はいはい、実は多治見、先ほどもあのお話ししたように、あの美濃焼きの産地なんですよね。美濃焼きっていうとあのこの全国のもう6割ぐらいのシェアなんで、あの皆さんもあの、うん、必ずご家庭に美濃焼き必ずあると思います、はいはい。まあ、そういった美濃焼きの産地で、うん、多治見市、土岐市、瑞浪市、蟹市、うん、まあ、ここはあの美濃焼きの、まあ、工業文化を栄えてきた町ですけども、うん、なかなかあの多治見市一市だけでは、うん、これは PR 難しいということで、うんうん、今日のお酒のイベントもありますけど、うん、各市が連携してちょっと PR しようということで、うん、この美濃焼きの、まあ、産業と文化の町である、うんうん、多治見市、土岐市、瑞浪市、蟹市が、うんうん、の業界の方中心に、うん、で、まあ、行政も一緒に、支援していこうということで、はい、うん、このメントエリアとなってですね、うん、このセラミックバレーという地、まあ、地として、うん、この美濃焼の地をセラミックバレーとして世界に情報発信していこうと、うん、で世界からたくさん来ていただこうと、はい、当然も観光にも来ていただこうと、はい、まあ、いうようなことで、さっきセラミックパークのね、はい、すごくいいところで、現代陶芸美術館という素晴らしいところもありますし、はいはいはい、今超絶技巧という展示もやってましてですね、はい、これめちゃくちゃ面白いので、はい、あのこれ見た方ぜひね、この後あの楽しみに来ていただいてもいいかなと。 YouTube で世界発信しておりますので、あの世界から見ていただいたら来ていただきたいなという感じでね、思うんですけども。そうなんですか。そういったセラミックバレーの取り組みをやってまして、うん、まあ、世界からまあ、当然ね40から来ていただける、うん、特にまあやはりあの私も日帰り観光というのを力を入れてやってまして、うん、このやっぱり名古屋朝霞、うん、このお地で PR をさせていただいて、うん、でまあたくさん来ていただきたいということで、うん、まあ、その中でも、はい、他にちょっとお写真も用意していますので、 そうですね、はい、それをこう、これね、古景山永宝寺、うん、はい、この国宝が2つあるんですけども、これ結婚式の時の写真ですかね、うん、なんと国宝で結婚式ができるという、国宝ウェディング橋の上に、あのこの古景山永宝寺っていうのは、うん、1313年にですね、あの無双祖籍というあのお坊さん、あの天龍寺とか苔寺のお庭を作った有名な無双祖籍さんが、うん、1313年作った、うん、もう700年以上経つあの、うん、お寺さんなんですけども、うん、あの岐阜県に建物の国宝って3つしかないんですよ。1つは中山市にあります、はいはい、残り2つがこの岐阜県多治見市にある開山堂と観音堂って、これ観音堂ですけども、ちなみに愛知県いくつ国宝あるかご存知です、建物の国宝。僕知らない。ありません。愛知県も、ね、3つです。そうです、犬山城と、もう1つあって、はいはいはい、もう1つ確か西岡かどっかに建物があると思うんですが、それと同じで岐阜県3つあるんだけど、そのうちの2つがこう多治見市、2つがしかもこれあの修行寺ですので、うん、拝観料無料、お庭も素晴らしいんですよ、うん、で駐車場も無料、だから京都行かなくても国宝が見れる、国宝あの国の名勝庭園が見れるという、ちょうど写真も紅葉で素晴らしいですよ、ね、これ秋だいたい11月25日くらい、だいたい毎年見頃なんですけども、うんうん、この池があってですね、この池にこの紅葉があったって、一つシンボルツリーで大井町があって、その黄色と赤のコントラストが ね、 ってますね、本当に素晴らしいですね、まあ、これ今秋の写真ですけど、はい、今はどんな感じ、緑で、ね、今は緑ですね、またちょっとね、はい、あの四季折々っていうことで、そうなんですよ、ですよね、他にで、まあ、この、はい、あちょうど古桂山っていうのがあって、うん、古桂山の奥に今永宝寺というのがありますけども、うんうん、この古桂山のふもとに多治見修道院があります、はい、
もうすぐね桜が綺麗ですので、あの古計山というのも桜がいっぱいで、その麓にあるあの日本三大男子修道院、北海道と長崎と多治見、ここもあの修行寺で、あ、修行のする、うん、西洋の修行をするところということで、うん、西洋の修行をするところ、そして東洋の修行をする上を、うん、でもう一つあのトヨタ自動車の研修センターも近くにあります、ね、はいはい、まあそういうあの、うん、世界の、なるほど、まあ、あの研修修行するところが多治見市に集まって、この桜満開の時のこう修道にね、本当に素晴らしいですね。私の母校がもう時期ですよ、はい、ですね、もう時期です、うんうん、で私の母校はちょうど隣にありまして、多治見北高等学校、あ、そう、ね、よくあのここの修道にお邪魔させていただきました。あ、そうなんですか。なんかもう本当に ね、これは見学はできる、見学できます、はい、はい、自由に、はい、自由、だからもう無料、自由に無料です、もちろん。なんか多治見市大丈夫ですか、無料無料ですけど、修行するところですので、はい、でここはまあ観光の施設ではないんですけども、はい、まあ、静かに中に見ていただくことになりますので、はい、なるほど。じゃあ次に行きましょうかね。たくさん、これはこれはですね、平成、確か28年にできた多治見市モザイクタイルミュージアム、はい、そうですよね、まあ隣のトトロにね、うん、出てきそうな、ジブリに出てきそうなものが多治見市の笠原町というところに、すごい建築です。私もなんか行かせて、うん、今加賀見館長ですか。あ、そう、あ、今あの変わりまして、はい、水野という感じですが、加賀見館長すごく親しくしていただいてて面白い方ですよね。加賀って入れていない変なこんなこと言ってくる内緒で遊びに大きい声で言ってますけどそう、ここはあの、ね、藤森照信先生という、うんうん、まあ、有名な建築家、建築士官の方に、まあ、デザインして作っていただいたんですが、うん、これあの4階の天井に穴が開いてます、うんうんうん、すごい面白かったですね、うん、もうね、その穴から、うん、あのこのこれちょっと分かりにくいんですけども、タイルがね、ちょっと一つずつこう散りばめられて、うん、これは藤森先生がみんなで、ね、地域の人と一緒にこうタイル貼ろう、そうですよね、うん、1階でもこうタイル教室じゃないけど、そういうのね、こう楽しく、うん、500円ワンコでめちゃくちゃすごい、ね、作れるんですよね、はい、楽しくこう子どもたちがやってたのをちょうど私をお伺いした時、はい、ちょうど私が、うん、あの観光の課長の時に、うん、このモザイクタイルミュージアムを作るぞということで藤森先生にお願いして、で最初藤森先生はこう4階に穴が、これ雨も雪も入ってきちゃうんですよ、うん、これ蓋しちゃダメですかって言ったらダメですって言われまして、ただまあ本当にあのこの4階から見るですね、空が素晴らしい、うん、まあ、管理は大変ですけども、本当素晴らしい施設で、めちゃくちゃ、めちゃくちゃね、あの、うん、人が来ますし、あの、うん、インスタ映えっていうことでさっきも見ていただいたように、はいはい、すごい写真を撮る方がね、すごい多いですね、ここは。そうですね、こんなね、本当に珍しいですもんね、こういう、ね、だからもうそういった、うん、まあ、タイルの体験もすごく、ね、先ほどね、うん、あの平松さん言われたみたいに、うん、500円で自分だけのこのモザイクタイルの、ね、あのフレームとかいろいろできますので、うんうんうん、ぜひ一度、そうですね、楽しそうでした、この後一緒にみたいなもうゲットしてくださいそうなんですか、じゃあ次を、結構見どころね、そういうところ、これはあの神戸釜って言いまして、うんうん、まあ、人間国宝多治見市なんと4人いるんですよ、うん、まあ、お二人の方がお亡くなりになっちゃったんですけど、この10万5000ぐらいの都市で、うんうん、まあ、本物に国宝が6つある、うん、さっきの永宝寺が2つ、うん、人間国宝がいる、うん、こんな6つの国宝を持つ町っていうのはなかなか珍しいと思うんですよね、うん、でここもあの今お亡くなりになりましたけども、人間国宝の、うん、加藤拓夫先生がいらっしゃったあの窯でして、今あの加藤神戸先生も県、うん、岐阜県の県文化財になってますし、その息子さんの加藤良太郎さんが今、うん、なんか副社長としておりますけど、200年の、ちょうど開業200年、200何年以上経ってますかね、あのミシュランのグリーンガイドジャポンの2つ星を取ったあの窯で、はい、本当にいい焼き物、はい、で今日この写真、多分あの大沢社長が加藤拓夫先生とご講演されてたって聞いたんで、うんうん、はい、であの神戸がまあさんには何回もあのいらっしゃって
しゃったことがあるということで、じゃあちょっと写真をね用意しようかなということで、あの用意させていただきました。あのぜひね、ここも、はい、ここ神戸釜さん以外にも、はい、本当にあのいいあの釜元たくさんありますし、これは素敵な場所ですけど、ね、ショップもたくさんありますんでね。これはなんかカフェとかになったりしてます。これは展示があって、まあ、奥であのちょっと座敷みたいなのがあって、はい、その奥に登り釜みたいな、穴釜みたいなのがあって、実際にあの、ね、焼き物を作ったりするんですけども、ね、ちょっとバスでこう乗って40分乗っていくだけでなんかちょっとね全然違う世界に近いので、うん、ぜひですね、あの名古屋市この境で、まあ、今回もそうなんですけど、このイベントを PR させていただいて、ぜひ多治見市にあの、来ていただいて、はい、なかなかまだまだ PR できてない部分があるんですけども、なんか今回は、はい、なんか地酒のイベントっていうことで、さっきも言ったように一市だけではなかなか難しいので、うんうん、この、まあ、中央線沿線の多治見市、土岐市、瑞浪市、江那市、中津川市、蟹市、御嵩町、この七市町で、はい、あのお酒のイベントをやってます。で実はあの若山さんも多分来られたことあると思うんですが、2017年にと18年2回このテレビ塔の元でやらさせていただいて、でこう工事になるということで、2019年はあの名古屋コースの下でやって、あ、そうなんですか、うん、それからコロナになっちゃって3年間で、でやっとやっと昨日と今日ですよね、はい、この素晴らしいロケーションの中で、このミーツ癒しのお酒のイベントができるなんて素晴らしい、のその市町の10の蔵元からお酒出て、今日はなんか特別になんかおすすめのお酒を、そう、道盛りっていう多治見市のお酒、これですが、今日はこれ飲めないんですが、これ11月下旬と、はい、それからこれが4月、はい、下旬から発売される、はい、まあ、僕らシュワシュワと呼んでますけども、スパークリングなんですよ。そう、これ開け方にコツがありましてですね、発泡なんでスパークリングだからシュワって、そう、こう開けちゃうと、ここも、ここも今非常に危なかったんですが、大丈夫ですか、ほら、いっぺんにやるとバーッと出ちゃう、いっぺんにやると溢れちゃうぐらいすごい勢いがあるんですよ、こうちょっとずつ抜いていくんですか、よく失敗するんですけども、怖いですね、今日はぜひこれを若山さんと岩瀬さんに飲んでいただきたいなということで、どうしますということで、これは失敗もこうね、あの慣れた私でもあるんですが、今日はあのちょっとおチョコを持ってきまして、岩瀬さん、いや、あのこれさっきセラミックバレーというすごく、ああ本当すごくいい、今日もしかしたら飲みに来ると、まあ、下で、はい、あのもらえるかもしれない受精釜というところの、もらえるんですか、え、はい、この当然あのお酒のチケットを買うとですね、はい、ついてますので、いいそうです、いえ、あの私今飲んじゃうと次の番組あのもう終わってしまいますので、まあ、今日はちょっとよだれ出てますけど、じゃあ私が匂いだけでいいですかね、じゃあ私が飲みますかね、ちょっと待ってね、なか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 今日ね勢いがいいので、なんかすごい美味しそう、普通1分ぐらいでね、うん、収まるんですけど、なかなかこういうふうにこう収めながらやらないとパーッと出ちゃうってことですね、すごい手慣れてますね、もういや何回も開けてるんで、いつももうそろそろあれなんですけど、これ今見てると泡がシューッとなるのこう収まってからまたちょっと開けるみたいな形で、ちょっとお時間が、これ待ってる方としてもなんかよだれが出てくる、来ますかね、開きました、すごいね、ぜひどうぞ、なんかこんなところでシュワシュワで本当に美味しいんですよ、めちゃくちゃなんか嬉しいんだけど、私はこれでいただきまして、ね、めちゃくちゃ それじゃどうぞどうぞでは、はい、じゃあ乾杯、乾杯、どう、わあ、今日はあの私あの仕事ではないですからね、ちなみに、あ、そう、仕事中ではない、今日はお休み中なんで、僕が社長の代理なんで、仕事中なんですけどみたいな感じです、まあ、今日は、OK、私はあのお休み中ですので、でも、はい、せっかく、どんな感じ、すごく美味しい、美味しい、爽やか、爽やか、道盛りは辛口のお酒なんですが、うん、ピリピリとした辛さではなくて、うん、水のように飲める水口、はい、甘口でも辛口でもなく水口、うん、そういう素晴らしいお酒が、はい、そうですか、下の今日ね、ミーツ東美濃で飲みます、はい、あ、そうですか、今日はこれ以外に何種類ぐらい、あの10の釜元が出てますので、うん、はい、本当にたくさんのお酒が飲めますので、はい、で、あの地元の食材を使ったおつまみもありますので、ぜひそれはこう
購入をするんですか、はい、下で。そうです、チケットがありますので、はい、お試し3倍チケットというのも1500円でございますので、はい、ぜひ、はい、なんかうちのスタッフが帰りに寄っていこうかなっていうような感じでなんか、まあ、そうなんですね。そういう意味では今回たまたまこの土日のイベントなんですけども、うんうんうん、まあ、これから先々も栄もどんどん、はい、開発が進んでいきますし、うんうん、やっぱり名古屋から、まあ、東の方面へ行く人、うん、それからまたそちらからもこちらへ来ていただくような交流ができるといいのかなと。そうですね、うん、ぜひこれからも引き続き勉強していければと思います、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。もう田島市に行こうみたいな感じでね、はい、名古屋さんに来ていただきまして、はい、十分 PR をしていただけますので、ありがとうございます、はいはい、どうもありがとうございました。はい。